ヨーロッパ外務大臣はフランスのヨーロッパ外務省を所管する大臣。フランスの外交を担当する大臣を呼び、省の名称は時代によって異なり、現名称は2017年からのものである。フランスにおける内閣の重要ポストの一つであり、第五共和成果では首相経験者がしばしば任命されている。フランスにおける外務大臣の起源は、 アンシャンレジーム期の1547年に初めて設置された外務卿である。当初は複数の外務卿が任命され、担当地域ごとに外交関係を処理していたが、1589年には国際関係を処理する一人の外務卿に権限を集中させた。フランス革命後の1789年に外務卿は外務大臣と解消された。 1794年外務大臣職はその他の閣僚職とともに国民公開によって廃止されたが、1795年総裁政府によって再び設置された。BC 政権自由フランス、ありがとうございます。